はい、どうも、おはようございます。今日は2019年の2月の23日、23時20分です。よろしくお願いします。なんか最近肉ばっかり食ってるわ。肉が食いたくて、ステーキ、いきなりステーキ週4回ぐらい行ってるわ。コーヒーうまい。おー、新茶ママ久しぶり、お疲れ。来てくれた？ありがとう。お疲れ。久しぶりだね。最近どこ見てんの？全然来なかったじゃん、俺の枠。忙しかった？ゆっくりしてて。ふわっち自体見てなかったんだ。そうなんだ。まあ放送離れる時期あるよね。放送ドハマりする時期と放送離れる時期あるの分かるよ。リアルが忙しかったんだ。いいじゃん。来期の学校の役？市区長する。よくわかんないけど。なんだろう、役。
俺はね、最近ぐっそ忙しくて、もう2月はバッタバタだったね。コラボがね、4件ぐらい、まあ5件ぐらいか、2月で5件コラボが入ってて、で撮影現場に入ったのが5回で、で撮影の練習があるでしょ。もうすごいよ、バッタバタだったね。あとシルバーの打ち合わせ3回ぐらいやったかな、2回か3回やって、でシルバー作ったり、もうくっそ忙しいね。シルバーアクセサリーのブランド立ち上げる動きやってるんだけど、シルバー作らないといけないし、捨て頃の練習もあるし、捨て頃の練習今1週間休んでるんだけど、体がガチャガチャになっちゃったから、ドレさんにアドバイスもらって、あの体休めた方が一回いいねって言って、ぐっすり寝たね。ぐっすり、最近寝れてなかったからぐっすり寝たよ。体が回復しつつあるかな。超回復狙ってるね今。もうタイムが全然上がらなくて、まあ相変わらずいつも通り忙しいよ。めちゃくちゃ忙しい。そうだね、夢に向かってとかやりたいことやってるだけだよ。夢とかなんかそういう大それたもんじゃなくて、なんかこうやりたいことやりたいっていうだけだから、そんななんか夢とかそういうもんじゃないかな。小野陽子の言葉でね、一人で見る夢は夢でしかない、でも誰かと見る夢は現実だっていう言葉があるんだけど、俺はすげえその言葉が好きで、夢って共有した瞬間に現実なんだよね。で一人で漠然とこう夢を見てたら夢なんだけど、誰かと同じ夢を見た瞬間にそれはもう現実なんだよっていう、小野陽子さんの言葉なんだけど、要は一人よかりじゃね、夢じゃないんだよね。誰かと夢を共有することができた時点で夢だと思うから。はい、こんばんは。ニンニンお疲れ。なんか放送頑張ってるみたいだね、ニンニンもね。まあ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 、アンテナとかじゃなくてアンテナっていうか、まあ、やりたいことやってるだけだよ本当に。いつ死んでもいいように、後悔したくないじゃん死ぬ時に。あ、いい人生だったなって言って終わりたいから。ありがとう。はい、こんばんは。はい、こんばんは。久しぶり。適当に雑談やってるだけ？俺も一緒だよ。適当に雑談やってるだけだよ。配信ってそういうもんだから。そう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 。悔いのない人生。親とか学校の先生とか会社の上司が人生決めたらダメで、自分の人生は一回しかないから。自分が納得するように生きないと。300万のね支援がね来るかもしれないんだよね。花火300万の支援、うん、本当にそうだよ。突然核戦争どころか いきなり地震が来て終わるかもしれないし、ね、心臓発作で心筋梗塞でいつ倒れるかもしれないし、ね、頭が爆発するかもしれないし、そう、何が起こるか分かんないから、やりたいことやんないといけないと俺は思ってるけど、何が起こるか全然わかんないよ。ねえ、支援はいつも欲しいね。映画を作るための、シルバー作るための、生きていくための支援ね。そうそう、みんなからコツ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 もらってるよ。昨日、一昨日本当は来る予定だったんだけど、昨日は寝てたかな。昨日は寝てた。
昨日来なかったね。昨日一昨日来なかった。一昨日はね、俺が眠っちゃってたんだよね。いつ来るか分かんないよ、支援は。爪切りどこやったっけな。爪切り、爪切り、まあ300万、一昨日、一昨日、そうそう、一昨日本当は来る予定だったんだけど、寝ちゃったんだよね、俺が疲れてて。いつ来るかは分かんないね。花火師さんの気分次第だから。クラインさんかっこよかったって、俺生で見てないけど、放送で見たけど、なんか関慎吾に顔がそっくりで爆笑したよね。全然イケメンじゃないよね。あれのどこがかっこいいんだろうな。あれに花火をなんか投げまくる神経がよく分かんないよね。あんな言うねえ、何がいいんだろうね。あんなのがいいのかね、世の女は。ボンアドツ思いっきり整形しまくってる顔で笑ったよ。ああいうのがイケメンなの、世の中では。俺と美的センスが全然違うよね。世の中は分かんねえな。あれが月数千万稼いでるんだもんな、イケメンだって言われて。なんか俺イケボカテゴリーの人がイケメンだと思ったことないんだよね、一回も。いや、あれがイケメンなんだね。人それぞれだとしてもよくわかんねえな。あんなのになんか1000万の価値があると思わないな、俺は。それこそアイラの方がよっぽどイケメンだと思うけど。年収2億か。え？サムネ見てみて。サムネ？お前のサムネどこだよ。関慎吾にそっくりだったよ、顔。え、どこ？ああ、そうだね。こういうブルーだね。俺が入れるブルーは。そう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 。こんな感じになるのか。うん。いや、関慎吾に顔そっくりじゃん、クライン。関慎吾にそっくりだと俺は思ったけど。え、みんなも思わなかった？クラインの顔、関慎吾にそっくりだったけどね。はい、若津バガーありがとう。どっからどう見てもこれ関慎吾でしょ。すげえ霜膨れの顔だよね。どこがイケメンなのか俺には分かんないけど、まあ世の中の女はああいう顔が好きなんだろうな。全然かっこよくないよね。いや、 R さんもまんざるじゃないじゃん。R さんも R さんで慎吾さんのこと好きだからいいんじゃないの。どういう顔がタイプなの。全然イケメンに見えないけどな。まあかっこいいんだろうな、ああいう顔が。セブンさんとかの方がかっこいいと思うけどな。誰が、何イケメンオーラあった、誰の話。いだ、誰がイケメンオーラあったの。いや、俺会ってないもん。いや、オーラなんかあるわけないじゃん、こんなとっつぁん坊やみたいなさ。あるわけないでしょ。はっきり言って俺の方がよっぽどイケメンだと思わない？こんなのさ、イケメンなわけないじゃん。
悪いけど俺以下だと思うよこれ。ぶっちゃけた話、俺とじゃあクラインどっちが顔整ってるっつったら俺の方が整ってると思うだろう。いやマジでマジで、こんなのなわけないじゃん。俺隣に並んだらこいつより顔小さいよ、こいつよりかっこいいよ。ないわ。ありがとう花火、ありがとうね。イケメン枠でセブンティーンにスカウトされてっかんね、17にね。花火ありがとう、匿名さん花火ありがとうね。全然俺の方がイケメンだよね、クリエイティブだし。俺の方が目腐ってんだろマジで。いやいや絶対そうだと思うよ。いや慎吾さんの話してないわ今慎吾さんの話じゃなくてクラインの話だからね。え全然俺の方がイケメンだよね、客観的に見たら全然そうだと思うよ。こんなの全然イケメンじゃないよ。何がかっこいいんだよこんなの。ねえ、まあまあ声はねいいんだろうけど、まあ声優みたいなもんだろう。声優みたいなもん、うん、てかこんなのと比べられたくないわ。やってることが全然違うもん。俺アーティストだよ。ちゃんと創作活動やってるからね。ありがとう。化けの皮が剥がれ、要はね顔隠してねコソ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 金儲けてるようなやつに俺はね負けたくないからね。俺は全部さらけ出して全部やってきてるから、俺は戦ってるよ。こういう偽物と比べられたくない。てめえの顔隠して何がイケメンだよな。モテるとは別なんじゃないの。悪いけど俺めちゃくちゃモテるよ。俺のこと好きだっていう女ここに何人いるか。俺はモテるよ悪いけど。ただその自分がモテますアピールをするのがクソダサいと思ってるからやらないけど、モテるから何なんだよって話。そういうところになんか男の魅力を感じないよ。俺モテるよ。ただモテたところで何なのっていう、全然そのモテたところで何にもならないと思ってるから。俺はモテるよ。まあ目利きができないと無理だろうな。俺のかっこよさに気づくまでに時間がかかるんだろう。なレベルの低い女にモテたところで何にもならない。パッパラパーでさ金の使い方も知らないようなさ、あんなクラインみたいなの2億渡すんだったら俺に2億渡せよ。めちゃめちゃ夢見せてやるよ。めちゃくちゃかっこいい映画見せてさ、こんな服とか髪の毛とか整形台に使ってるようなバカ男に何の魅力があんのよ。金の使い方間違ってるよな。そう思わない？投資する価値あんの？爆笑だよ爆笑。ちょ顔が油っぽいからおっさんだから顔洗ってくるわ。ちょっと待ってて。
いや、顔出さないでモテてるってことは顔にコンプレックスあるってことだろ。だいたい男のくせに俺顔いじくるやつ嫌いなんだよ。顔で勝負してる時点でダメだろ。そう思わない？顔で勝負してる時点でダメでしょ。男だったら生き様の勝負でしょ。要は顔いじくらないと自分のかっこよさを担保できないってクッソダサくない？生き様で表すよな、そこはな。俺はそう思うけどな。おやすみ。なんか顔にコンプレックスあんだろう。俺コンプレックスなんかねえもん。あー、なんかファイナルファンタジーみたいな髪型だよね、みんなね。なんでみんなああいう髪型になんだろう、謎だよな。嘘、Rさんにフォローされたの。なんでボンはフォローバックしてください、フォローバックしてくださいってやるの。あれの意味がよくわかんないんだけど、フォロワー増やして何になんの。フォロワーなんか増やしても何にもなんなくねえか。なんかよくやってるよね、フォロワー増やしてフォロワー増やしてって。なんか本当に信頼できる仲間がいた方が面白くない？いやー逆だろ、マジで言ってんの。俺顔出して人気落ちると思ってるけどな。本気で言ってんの？それで人気出るんだったらもうわけわかんねえな。俺なんか囲い減ると思うけどね。いや俺は人気落ちると思ってるけどね。ぶっさ囲いやめるわでしょ。そう思わない？だツイッター見てごらんよ、ツイッター。俺のツイッターのあの見る、これがシンゴさんなの。これクラインの。どっちがどっちだか分かんなくない？ほら、ちょうど縦並びにシンゴさんの前にクラインがちょうどやってるんだけど、そっくりじゃない？こっちがクラインで、こっちがシンゴさん。顔の系統一緒じゃん、ほら。ほら、ちょうど連続でなってるけど。どっちがどっちだか俺には分かんねえよ。どっちがどっちなんだよ。なんなら俺金梅さんの方がかっこいいと思ってるぐらいだからね。なんなら金梅さんの方がかっこいいよ。金梅さんはロックだよ、ロック。ボンはかっこいい系だもんね。よくわかんねえな、日本人の美意識は。
似てるでしょ、似てるでしょ、言われてみたら似てるでしょ。先入観を取っ払ってみた方がいいよ。おいみーすけ、お疲れ、こんばんは。みーすけ俺の方がかっこいいよな、クラインよりな。そう思わない？クラインの顔見た？俺の方が全然イケメンじゃない？なんであんなんが支援されてんのかよくわかんないんだけど、内面なのかな、内面で評価されてんのかな。前の方ひどかったんだ。まだ来てないね、支援ね。もうすぐ来ると思うよ。でも今日には来んじゃないの、もう3日ぐらい経ってるから。今日は花火祭りになるといいな。花火祭り、いや来るんでしょ。300万の花火っていくらだ、ちょっと計算するか。まあ俺とね同じ土俵ではないよね。300万、1、10、100、1000万、10万、100万、割る500だから、500円は6000発、花火6000発ですね。花火6000発、うん、来なかったら別に来なかったでまた支援者探すだけだけどいや映画作るために300万必要だから、ただまあ淡々と支援者探すだけだね。どうするもクソもなくない？どうするもクソもないでしょ、普段通りだよ。なんで贈与税になるの贈与税にならないけど税金に関して無知すぎるだろ。300万もらってなんで贈与税になるの。あーまあホストっぽいよね、わかるわかる、そうホストっぽいよね。映画作るよ、ていうかもう作りまくってるよ、めちゃめちゃ頑張って作ってるよ。作るのじゃなくて作ってるだね、作ってる、うん、もう後に引けないよ。え、でもさセフィ俺の方がイケメンじゃない？クラインイケメンだと思う？俺全然思わないけど、正直俺が女だったら全然かっこいいと思わないけどな。300万必要なの？あのね、本当のこと言うと2000万必要だよ、本当に作りたいものを。ただ今俺がその一発目に作る作品だから信用がないから300まで落としてるだけ、300まで落としてるだけ。本当は2000万ぐらいかかるよ。あーゆうのさんちょっと似てるね、俺は関慎吾に似てると思ったけど、なよなよ系つうかなんかなんだろう、女みてえな男あんま好きじゃねえんだよな、味がねえつうか汎用、なんつうんだろう、テンプレートのなんか普通のどなんかいじめられっ子みてえな顔してない、うん、いじめられっ子みてえな。どんな映画、いやそれは見たらいいんじゃないの、見たらいいんじゃないの。どんな映画か見るまでお楽しみでしょ。そう、どんな映画かを楽しみにしてる人がいっぱいいるんだから、どんな映画かを見せるために頑張ってるんだよ俺は。完成はだから、うん、完成した時に完成するんだよ。いつ完成するかじゃなくて、なんだろう、資金が集まってスタッフが集まって役者が集まって全部完成した時が俺は完成する時であって、いつ完成するのって完成させるために頑張ってるわけだから、うん、課題をクリアしていった時に完成するもんだよ。
完成した時が完成する時だよ。俺はね、そのために頑張ってるわけだから。俺は預言者じゃないから分かんねえよ、そんな。だから完成させるために頑張ってるわけだ。支援よろしくねっていう。完成を目指して前に前に進んでる感じだね。脚本は変える。脚本は途中までのやつがあるんだけど変えるね。もう一回スタッフが集まって練り直そうと思ってる。捨て頃終わったらこもるよ。プロデューサーさんの家に行って脚本練り直す。撮りながら考えるはないね。あの脚本がないと演者さんを募集できないから、脚本が完成してから演者撮影だね。撮りながら考えるのはちょっと厳しい。あの規模的に、規模がでかいから。 YouTuber とかじゃないから。撮りながら考えるっていう作り方もあるんだけど、スタジオジブリの宮崎駿さんの後半とかそういう作り方してたけど、やっぱあんまり良くないよね。千と千尋とか後半の作品の作り方、やっぱ完成が、あの脚本台本完成してから作るべきだと思うな。絵コンテ書きながら作ってるからね、スタジオジブリは。よくはそれであんな素晴らしい作品作れるよな。いかついかな。俺自分でいかついと思ったことないんだけどね。そう思われるのも嫌だし。ヤンキー属性ではないから。いや、やだやだやだ、自分の作品になんかそういう不純物を入れたくないね。かっこ悪い人を入れたくない。俺のアートだから、そう、そういうのはやらない。自分が気に入った人だけ出す。あの遊びでやってるわけじゃないから、あの真剣にやってるからさ。パンコさんと俺絡みないんだよね。まあまあ、あの役者さんはオーディションに来てくれた人の中から選ぶ、もしくは自分がどうしてもこの人に出てほしいっていう人を口説いていくっていう、そういう作り方をするね。愛はどつ。トム池さん出るよ。トム池さん出る。え、嘘。パンコさんリアトツなんかした？え、嘘でしょ？いや、俺会ったことないよ。え、マジで言ってる？え、いついつ？え、リアトツなんかされてないって俺。俺会った記憶ないよ。いつよ？いつ？俺パンコさんと絡みないよ。ありがとう、花火ありがとう、匿名さん花火ありがとう、ドンチキ。
ありがとうございます。いつだ、ないでしょ。会ったことないよ。多分間違えてるよね。俺だって FX 配信者で絡みあるの善逸さんと、配信者でかっこいいと思うの、顔が整ってると思うの誰だろう。セブンさんとかかっこいいけどね。あとまあとんでもない、一番かっこいいなと思ったのはネルさんかな。ネルさんのかっこよさは異常だったね。もう本当に顔が整ってるっていうか、本当に俳優さんみたいな顔してたのはネルさん。ネルさんはああこれは惚れるわっていうの分かったね。見た時に男の俺でもちょっとドキドキしたもんね。うわこの人かっこいいなと思って、イケメンだなって、本当のイケメン、正統派の。ネルさんはやばかったね。ネルさんはねお坊ちゃんだからね。身長高くてかっこよかったよ、彫り深くて。あれは女の人メロメロになるわ。慎吾さんから映画出たいっていうのはオファー来てないっすね。もう 3,40 人オファー来てるけど映画出たいですっていう人の今のところ来てないかな。ありがとう花火、ありがとう匿名さん、花火ありがとう。その中でも一番かっこいいなドルさん。あドルさんかっこいいね。ドルさんはかっこいいね。確かに50歳とは思えない体をしてるよね。まあドルさんのかっこよさはなんかこうなんだろう、肉体美とまあそういうところあんじゃないのかな。お前ふざけんなよお前。ふざけんなよマジで本当に。まあいいや。ふざけんなよマジで。その ボケなのかな。まあいいや。ありがとう。まあなんだろう、映画は多分ね、若もクラインもなんだっけ、いろんなのあったけど全員微妙だよ。声イケボ、あまあ出しますね。基本的には映画に出たいっていう人、オーディションは受けてもらうけど基本的には出します。ただあの配役、あまあ光くんかっこいいっていうか濃いよね。あのわかるわかる、光くんはまあかっこいいね、かっこいい、うん、顔いいね。なんだろう、まあ基本的に出たいって言った人は全員出すけど、配役の問題なんだよ。セリフがつくのかつかないのか、要はエキストラ出演になるのか、そういうなんかいろんな複雑な要因があるから、基本的には出すよ。出たいって言ってくれた人は嬉しいじゃん。こんな俺にさ、何の経験も何の人脈もなかった俺に和道の映画出たいって言ってくれたら、それは協力してもらうよ。ただ基本的にはそのなんだろう
まあ出すけど、ただそのなんて言えるのかな、役者とエキストラの違いってセリフがつくかつかないかなのね。でエキストラ出演っていうのは俳優の経歴にならないの。要はセリフがついて初めて役がつくっていうことなのね。だからセリフがついてない役者っていうのは、まあ例外を除いてなんだけど、セリフがついてない役者っていうのはエキストラって言って、あの俳優としてエンドロールに名前が載らないのよ。で経歴に載せられないの。要は俳優としてのキャリアにならないの。だからそこは選ぶけどね、さすがに。出演はするのは構わないけど、その人のキャリアに、その俳優としてのキャリアが乗るか乗らないのかっていうのが大切なところだから。コーヒー飲み終わっちゃったからもう一本買ってくるわ。はい、ワード2。いや芸能界はほら、まあ明日もたけしさんと会うけど、芸能界には入ってない俺は。和道がいわゆるドラッグというものをやったらすごい境地。あ、それはねよく言われる。マリファナ吸う人とか LSD とか吸ってる人に、あ、ビートたけしさん、どうしたってどういうこと。俺は芸能界まで上り詰めてないよ。芸能プロダクション所属してないから。違う。いやその中でもかっこいいのはドレさんって花火もらったけど、これドレさん本人なの。いやそれでドルさんにクレームのメールを入れたのね。なんでそこで匿名花火なんだよっていう。いじりずれえわって言ってドルさんに文句のメールを送った。ないわって言って。まあでも俺はそのまあ例えばそのドラッグに関して持論があるんだけど、あの統合失調症の結構深いところまで入っちゃったことがあって、あれってその仏教とかドラッグとかでこう瞑想するやり方があるんだけど、それと同じ境地にまで行ってるのよ。で俺はそのまあメンヘラの子たちとかリスナーで多いし、そのドラッグをやってる人っていうのはものすごく多いわけじゃん。だからそのワドはドラッグ LSD とかマリファナとかやったら開くよっていう風に言ってもらえてるんだけど、違うんだよ。もう開いてるの俺からすると。
要は脳が壊れてる、俺の脳みそは。要は俺の中のアキラくんが俺に作品を作れって言ってるわけよ。俺の中のヨハン・リーベルとか言ってるわけ。そう、俺はアキラくんが中にいるから。そう、でも普通の人には分かんないよこれは、言っても。だから俺の周りにはアーティストが集まってくるわけでしょ。あの、要はちゃんとアートをやってる人が、いや和道が言ってること正しいよって、いやお前はアーティストだよって言ってくれるわけじゃん。そう、要はね、その、別のアキラくんどうなんだろうな、あの仕事でカメラマンするね明日は。あ、みゆきちゃんハートありがとう。明日はね仕事でカメラマン、あの明日はリハね、前乗り。明後日が本番だけど、明日はもうだからリハ、リハで入って、だからマリル・ボーン明日会えるよ。マリル・ボーンチケット取ったんでしょ、明後日か。そうそうそう、まあそれはいいんだけど別に。たけしさんと仕事をするわけじゃないから、完全な裏方スタッフだから俺は。上手にいるよ、上手。上手で、あのこの帽子かぶってるから、まんまこの格好でこうやってやってるから、こうやって こいつがいたら俺だよ、こうやってやってるから。そうそう、いやーどうなるかだよね本当に。なんかかぶれてんな肩。頑張らないとね。まあまあそれはそれでいいんだけど、俺はその映画、いや夢みたいだよ本当に、夢みたいだよ。なんだろう、ドラッグね。でもね、俺はね、ドラッグの世界、なんか、あんまり興味がないんだよね。一回その合法ハーブみたいなのをガンガンに吸ったことあるんだけど、一回だけ。あんまり体に合わなかったから、なんかナチュラルなパワー、そのドラッグって、例えば、これがその、LSD とかマリファナだとすると、みんなが思ってるのって、この中の成分の中に、脳みそに作用するものが入ってると思ってるでしょ。これ間違いなの。快楽物質、要はエンドルフィンであったり、セロトニンって言われるものであったりとか、いろんなホルモンがあるでしょ脳内に。例えばすっごく面白い話をすると、世の中で一番の毒、人間にとっての一番の毒っていうのは、カエルなんだよね確か。カエルが持ってる毒なので、2番目に人間に作用に効く毒っていうのは頭の中にあるの。すっごく微量だけど、その頭の中に2番目の毒っていうのを持ってるの。じゃあ今度快楽物質はっていうと、人間にとっての快楽物質は実はこの中に内包してるの。ただそのホルモン、要は脳内物質って言われてるものっていうのは何なのかっていうと、辛い時とか死ぬ間際とかにバーンって出るの。要はその生きるための本能として、その痛みを和らげたりとか、多幸感が生まれるとか、いろんなそのものの中でスパークするようにできてるのね。ただスパークするのは、その薬効みたいな時間みたいなのがあって、反物質っていうのが出るの。あのそれを鎮静化、チルアウトする物質っていうのも実は脳内にあるのね。でじゃあマリファナとか LSD とか、そのお薬って呼ばれてるもの何なのかっていうと、レセプターって言って、反物質が出るのを防ぐっていう物質なんだよ。反物質が出るのを抑える。
だからその脳内麻薬が出っ放しになったりとかするっていうのがそのドラッグなのよ。あの普通の薬とかも一緒ね。だから俺の考えだと内包してるの、その幸福も絶望も内包してる、要はニルバーナも内包してる。だけどそれを引き出すの、要はね、幸せの前借りみたいに見えるの、ドラッグっていうのは。幸せの前借りだから反作用が絶対あるっていう。俺はその反作用っていうのは、幸せの前借りっていうのはツケを、ツケが来るから、俺はだから嫌なんだよその考え方。そうじゃなくて、そのランナーズハイみたいに、そのランナーズハイって何なのかっつったらさ、 42.195キロを時速じゃなくて 100m16 秒台とか17秒台で駆け抜けるんだよ。それを2時間半やったら普通の人って死ぬんだよ。だからマラソンの元になってる兵士って死んでるでしょ。要はそれくらい追い込んだらランナーズハイっていうものを味わえるわけじゃん。あれはだから、あのランナーズハイの状態の人を見たらさ、もうドラッグ決まってる状態と一緒じゃん。だから俺はそうじゃなくて経験をしたいの。例えばその漫画喫茶の中で俺自身が本当に死の絶望にまで追い込まれたことが人生で2回3回ある。でその時の俺の脳内っていうのは、まあ高架機動隊でいうところのクゼだったんだよ。俺の脳みそに触れるなって、俺の脳みそにアクセスしたらお前の脳みそ焼け焦げるぞっていう、俺の中にはそういうものがあるのね。クゼの感覚がわかるの。要はあの和道っていう生き方は和道にしかできないっていう、俺の中にある絶望は俺の中にしかないっていう、そう、まともな人間は生きていけないよ。だからそういうものが人を呼び込む、メンヘラちゃんたちを呼び込む。要はね、分かってるんだよ、俺は闇なの、闇属性なの完全に。言われるんだよ、なんでこんなにメンヘラが集まってくるのか、なんでこんなに生きづらい人たちが集まってくるのかっていうのは、俺の心の中の深いところにある絶望を見てるんだよ彼らは。はい、みんなこんにちは、アイテムありがとうツナちゃん。そう、俺はそのこれをずーっと、この俺はアキラくんって呼んでたり、ヨハン・リーベルトって呼んでるんだけど、俺の中にあるアキラくんを一般人に見せないといけないと思ってんの。この絶望、この苦しみを、この不条理を突きつけないといけないと思ってるの。それが俺にとって映画なんだよ。俺の中のモンスターを見ろっていう。そう。俺の中のモンスターを見ろっていう。そう。俺の中のヨハン・リーベルトを見ろっていう。そう、アキラくんもヨハン・リーベルトメタファーだけど、それは人によって呼び名が違うんだろうけど、そう、俺の味わった絶望をみんなに見せたい。もちろんその世の中にはもっと不幸な環境の人、境遇の人がいるっていうのはもちろんわかるよ。浅いとか深いとか、中二病、中二病、そうそうそう、中二病で何が悪いんだよって。映画作るやつなんかみんな中二病だよ。その勝負をずっとやってんのね俺は、うん、アイテムありがとう。俺が味わって、俺が経験して、俺が見て、俺が聞いて、俺が体感した痛みを共有させるための装置だから。実行力、空想力と実行力、ああまあまあそうだね、そうだね、そうだね。で、空想力が足りない人は技術に行くよね。空想力が足りない人は技術に行くし、でもね、やっぱり狂ってないと作れないよ。あのね、映像の学校近くにあるんだけど、もしくは今お付き合いしてる人たち、映像でバリバリクリエイターやってる人4人5人あったの、リスナーさんの中で、あのクリエイターとして、映像作家としてやってる人、映画は作ってくれってみんな言う。全部協力する、作れワドって。
なんでかって言ったらね、頭が狂ってないと作れないんだよ。みんな作りたくて映像の学校に行く、もしくはプロダクションに入る、現場を踏む。その時にみんな言う、俺ね、実はその俺に要はね、映画監督とかと携わって下積みをやってた人たちが言うんだけど、本当に映画撮る人と同じ発想をしてるって言われるの。要は狂ってるってよ。要はね、綺麗な映像が撮れるだけじゃダメなの。いい音が撮れる、いいストーリーが書けるだけじゃダメなの。狂気を持ってないとダメだっていうの。要は映画を作るっていうことがどれだけ人に迷惑かかることかっていうのを分かるんだよ。頭のいい人とか綺麗な映像が作れる人は。でもその狂気を持ってない、儲からないし、人に迷惑かかれるし、後ろ指刺されるし。そう、それはね、構成とかカメラワークっていうか芸術とは何なのかっていう話なんだよ。コマーシャルアートとファインアートの違い。そう、ね、編集はできないよ。今の PC はできないよ。そう、それはカメラワークとかの技術の話じゃないんだよ、俺が求めてることって。なんかね、これはね、その芸術とは何なのかとか、そういう深い話になってくるから、ちょっと長くなるんだけど、俺がその先生、同い年なんだけど、俺の先生になってる人が言ったの。まあいいや、音切ろうか、音うずえから。その人に、なぜあなたは映画、映像でクリエイターを目指したんですかっていう質問をしたの。ものすごく面白い答えが返ってきた。言語っていうのはバカの学問だからって言ったの、その人は。言葉っていうツールが、いかに頭の悪いコミュニケーションツールかっていう。言語学者も数学者もね、社会学者も、要は全部言語を使ってるでしょって。言語はコミュニケーションとしてダメなんだっていうことをその人は言うの。ただね、映像とか絵とか音楽とかが持ってるパワーっていうのはコミュニケーションとしてものすごく精度が高いと。本来突き詰めて考えると、好きな人と愛し合いたいだけなの。好きな人と共感したいだけなの。猫とか動物とかってそうでしょ。言葉を持ってない。でも、セックスがしたいだけなんだよ。愛情たっぷりの。友達と手をつないでニコニコしたいだけなんだよ。抱きしめて気持ちいいって言いたいだけなんだよ。音楽とか映像とかにはそういうパワーがある。だけど、言語って、言語を使う人を見てもらうよ。不完全なの、言語そのものが。だから言葉にならない世界なんだよ、アートっていうのは。わかる？自分が見たものをダイレクトに共感するためのツールなの、すべては。っていう話とかもよくするの。これはね、難しいよ、言葉っていうのがいかに不完全かっていう。だから言葉で説明をすればするほど真実から遠のいていくんだよ。だからそもそも喋りが上手いとか言葉を使うのが上手いっていうのは、その、なんていうのかな、IQ が低い人のためのツールの。だから俺は言葉を使って商売やってる人間で、言霊が使える方だと思ってるんだけど、言葉の中に魂を込めることができる人間の一人だと思ってるんだけど、それでもやっぱりそれは共感ができる。それはすごく共感ができる。だから俺は言葉じゃなくて映像をやろうとしてるんだし。そう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 、感覚の問題。要は感覚に頼る人はバカだと思ってるでしょ。ドレさんに聞いたらわかるよ。スポーツは理論じゃないの。その感覚なんだよ、体の。これは実は IQ が高くないとできないの。だからドレさん頭いいのにスポーツをやってるんだよ。それと一緒なの。感性が強い人って言葉喋るの下手じゃん。でも普通の人はバカだと思うでしょ。喋るのが下手な人をバカだっていう風に認識するでしょ。逆なの。言葉すらいらなくなってるぐらい感覚が豊かなの。頭がいいの、本来で言うと。言葉を利用しなくてもコミュニケーションが取れる人なんだよ。だから相反するものなんだけどね、本来は。論理的な思考と芸術っていうのは真逆、対極にあるコミュニケーションツールだから。
だから俺は言語を捨てる時が来たって思ってるのね。言語に頼って生きてきたけど、言語を捨てる時が来たと俺は思ってる。だから喋れなくなってるんだよ。だから最近よく言うでしょ、俺は危機だって、俺は魔法使いの危機だって、飛べなくなったんだって、喋れなくなってるんだよ。どん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 喋れなくなるっていうことの辛さよ。その映像が頭に浮かぶ、それを考えてると言葉が止まるんだよ。この苦しみは誰にも分かんないよ。何言ってるのか分かんないけれども、何言ってるのか分かる人がこの中にいるんだよ。普通の人は分からないよ。だから風立ちぬの、あの、なんでユーミンの曲ね、他の人には分からないって言ってるでしょ。分かる？分かる？歌で言ってるんだよ。ね、飛行機雲の中で。他の人には分からないって。分かる？だから宮崎駿は風立ちぬっていうあのクリエイターの世界のテーマソングでユーミンの曲聴いて泣いたんだよ。この曲だって言って。うん。わからない、わからない。でも確実に何を言ってるのか分かってくれる人はこの中にいるんだよ、少数だとしても。俺はその人のために映画を作ってんの。分からなくていいよって、分からなくて当たり前だよって。俺が見てる世界とか俺が生きてる世界は今そこにいるんだよ。分からなくて当然だよ。分かるんだったら映画なんか作らないよ、うん、いや、そもそもなんだけど分かったふりをしてるだけってことね。そもそもなんだけど言葉で分かり合ったふりをしてる。これは言語、じゃあ論理的な話をするのであれば、言語スリットっていう言葉に置き換えることができるの。例えば俺らが川っていう言葉あるでしょ、うん、神田川っていう言葉、川っていう言葉あるじゃん。で、俺らが考える川っていうのには言葉の後にイメージがついてくる。今俺が川って言った瞬間に川がみんな映像として見えてるはずなの、脳内で。で、その時に中国人に川って言った時に日本人とは違うイメージをする、例えば工場の排水で汚い川、もしくは中国ってすっごい大きな川だから日本人が考える川とは違うの。海みたいな川を早期イメージをする。つまりこれが言語スリットって言って、経験、同じ経験が担保になっていないと言語っていうのは共通できないの。同じ映像を見て同じ体験をして初めて言語っていうのは通用するの。実は俺らが見てるこの服の黒っていうのは実は黒じゃないんだよ。みんなは俺が見てる黒とみんなが見てる黒は違うの。これが言語スリット。つまり その言語は不完全だから数学が生まれた、うん、数学が生まれた、その不完全さを埋めるためにね。でも結局言葉を使ってる時点でバカのツールでしょ。俺はそう思うよ。俺には表現したいことがあるの。俺にはみんなにダイレクトに感じてもらいたいことがあるの。俺の中にある怒りと喜びと悲しみと全ての感情を共通したい、認識共有したい、共感したい、うん、その上で何を感じ取るのか、俺のことが好きになるのか俺のことが嫌いになるのか、それはうん、みんな次第だけど、とりあえず知ってもらいたい。自分っていうものを、うん、自分が見えてる世界をみんなに見せたい。要は言葉で説明をするんじゃなくて共通体験をするっていう、同じ体験をするっていう、それが俺の目的。
俺が今やりたいこと。だから映画を作る上で、すごい今やりたいことっていうのは、目が見えない人と耳の聞こえない人をスタッフに入れたいの。耳が聞こえないのにこの映画素晴らしいっていう感覚が欲しいの。俺にはない感覚だから、編集をするときに。逆に目が見えない人に映画を聞いてもらいたい。その時にこれは聞くだけで映画として成立してるのか、楽しいと思うのかっていう、俺はノンフィクションなんてないっていうのが俺の持論だから。もうカメラマンがいて、監督がいて、脚本家がいてっていう風に誰かが、第三者が介入した時点でフィクションだから、俺はノンフィクションない派。そんなものは存在しないっていう派の人間だね。ノンフィクションなんで嘘だよ。堂々と言えばいいよ、俺の創作物だって。300万で組んでますね、僕は。300万っすね、今回作ろうと思ってるものの予算は300でいきますね。状況によるよね。とりあえずまあ300集めて、俺が今撮りたいものっていうのが撮れたら俺は勝ちだと思ってるから。いや、300の中に PC 含めてるね、編集用の。要はグラフィックボードを結構積んでるやつじゃないと難しくて、今俺が扱おうとしてるソフトっていうのはカラーグレーディングっていうのをやるんだけど、まあでもね、2本目撮るときにそのまま転用できるから、配信とかにも YouTube とかにも転用できるから、こいつもね、こいつも、自作の PC は組まないかな。スタッフさんと相談したんだけど、ちょっとまあ難しいよねっていう、専門知識がいるから、スタッフさんの中に自作 PC 組める人っていうのがいたらいいけど、結構頻繁にトラブルが起こるんだって。でその時にすぐ家に来てくれて、すぐ直してくれる人がいないと難しいっていう。だからまあ
あの売ってるもの買うのが無難だよねっていう。なんかね、パーツパーツの相性があるんだって、うん、300万の内訳とか全然話せますよ、例えば、まあ300万って言ってるけどもう30万は実は集まってて、ソニーの α7、 それからレンズ、メモリーカード、まあカメラ一式に30使いました、もうすでに。でそこで30万でしょ。で PC が約50万ぐらいかかる、80万で、三脚はマンフロット、ローニー S、ジンバルね。でもろもろ150万ぐらいの機材、まあ照明、最低でも3発で、そこでミニマムすぎるから6発は必要なので、各2万ずつかかるでしょ。でスライダードリーとかもかかるでしょ。で今度ロケーションに、なんて言うんだっけ、フィルムコミッションっていう仕組みを使うんだけれども、まあロケ班にも移動費交通費かかるし、でそこでロケを組んだ時に40万近くかかるでしょ。で今度ロケ弁でしょ、まあまあそういう、もう言い出したらキリがない。でその中で300の予算の中でどうやって解決させていくかっていう話、うん、Mac かどうか、いやあのね、 Mac も悪い選択肢じゃないよねっていうのも出てるんだけど、ちょい割高なのね。 Mac はちょい割高。半分は機材だね。半分は機材で、半分はそのロケとか現場で使うお金。で、今度上映するために、別予算が必要なのね。完成させるためには300。で、今度上映させるために予算を組まないといけないから。で、そこはでもチケットで買ってくれるわけじゃん、ある程度。だから集客の見込みがあったら、そこはペイできる部分だから。だから細かいこと言ったらキリがないけど、普通、ショートムービー、まあ作ろうとするんだったら2000万はかかるよ。俺ダンカンさんに言われたもん。予算いくらで組もうとしてるのって言った時に300って答えたら、300!? って言われたもん。これマジだよ。ダンカンさんは映画作ってるのよ、もうすでに。で、300で作んの?今それで作れんの?って言ってびっくりしてたよ。要はこれ何を指すのかっていうと、ダンカンさんってもう映画2本作ってんのかな。で海外で賞も取ってるのよ。でずっとたけしさんが作ってるのを見てるわけじゃん。作れない、あの300じゃ。だから普通の人からすると300万ってとんでもなく大きい金額に見えるかもしれないけど、映画を撮るっていうことで考えたら300っていうのは笑われるレベル、不可能だよって言われるレベル、うん、あるある。もちろん編集ソフトで Apple か Windows 使えないやつあるよ、あるある。だからその Mac を選ぶのか Windows 選ぶのかっていうのももちろん大事。ただその Apple でもブートキャンプって言って、Windows を入れる仕組みとかあるから、今そこで Mac もWindows も使えるっていう判断はできるよね。で例えば Windows で使ってて使えないソフト、 Final Cut かな。 Final Cut Windows 版あるかどうかわかんないんだけど、でもまあ今回ファイナルカットは使わないから。ないか、ファイナルカットないのか。まあまあファイナルカットは使わないかな今回は。会社を立ち上げるのに30万別予算組むのってダメじゃないですか。会社設立に30万かかりますよ。はい、タムタムアダツ。なんで資金提供を受けるのに会社が必要なのかっていう判断がよくわかんない。普通映画を組むんだったら制作委員会方式っていうのを取るのが普通なんだけどね、通常の映画のスキームは。今回は俺は制作委員会方式は使わないけどね。そうそうそう、法人を立てるっていうのはやらないと思うよ、通常はね。リスクが高すぎる。カメラを止めるなの前に300万の予算を俺は組んでたの。
でカメラを止める中なんでこんだけすごいすごいって言われるかっていうと300万で作ったから。だからまさにそこだから300万って騒がれてるのは映画作ったことある人が300で作れないっていう風に言ってるから。だからあれはすごい本当に。まあ、だからゾンビ映画なんだけどね。そうゾンビ映画とか低予算で作れるスキームなの。そうワンシチュエーションね。配当は出さないよ。ビジネスでやってないから配当は出さない。儲かったらスタッフとかあのスポンサーの中で山分けしようねっていう仕組みでやってるかな。基本的には儲かるもんじゃないから投資ではないよっていうことは口酸っぱく言ってるね。そうなんだよ。でも映画作る前に一回個展を開くの。写真のそうそうそれの動きとかもあるし、あとねあの企業案件でねゲームアプリとかもいろいろ来てるからそうバッタバタなんだよね本当に。だからあの低予算とかで有名なブレアウィッチプロジェクトとか、まあカメラを止めるのもゾンビモードでしょ。であとソーとかソーの1とかも低予算だよね。だからあの低予算で多いシチュエーションやっぱホラーだよね。ホラーとかゾンビものどうしてもそうなっちゃうんだよね。企業案件も来てるね。あ、パラノーマルアクティビティとかね。そう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 。それはできないよ。そんなことできないよ。守秘義務っていうのがあるんだから。機密保持契約書交わさないといけないんだから。そんなことできるわけないじゃん。できないよそんな。仕事が来なくなるわ。まあまあいろんな企業案件が来てるよって話よ。違う違う別件別件別件。映画とは別件。映画は完全なインディーズな。俺に個人に対する出資っていうか支援だね。完全なインディーだと思ってください。今回作る映画は単館上映だしね。まずね、全く関係ない企業とコラボ、まああの
普通に企業とあの取引したことある人だったら、新しい新規プロジェクトにあの秘密保持契約書を交わすのは俺は通常のスキームだと思ってるけど、それが理解できないっていうのはまあ社会経験がないんじゃないの、うん、インディーズだね俺は。あの今回制作委員会方式も取らないつもりだから、自分でやるよ。まあ、リリースまでは話せないってことね。リリースするまでは話せない。いやいや、リスクしかないでしょ。なんでノーリスクなんだよ。リスク全部背負ってんの俺だわ。リターンなんかないよ、うん、誰、塚本慎也って。塚本慎也誰だろう。塚本慎也誰だろうな。映画監督。もうこのプロジェクト立ち上げてからもう本当ずっと忙しいかんね。お前さ、自腹切らないとか言うけどさ、金銭的なリスクはないよ。ただ俺の現場の動き見たらびっくりするよ。こけつ、血便たら流して吐血が止まんないんだよ。毎月毎月4回ぐらい血便垂れ流しながら、もう寝ないで作ってるんだぜ。めちゃくちゃ忙しいよ。集まってない、集まってない。30万だけだよ。10分の1だね今。あと270万は最低でも集めないと。プラスアルファあったら、まあ他に予算組めるなと思って、それも全部使っちゃうけどね今回。だから残る形で、あの字じゃない、残る形で資産として、そう、残るものをももちろんやるけど、資産として残らないものもあるから、今回一発で回収できると思ってないから。300、もしね仮に回収できたとしたらね、だいぶいいんだけどね。次の映画作るときに今度スポンサー募らなくてよくなるから、どん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 楽になっていくよ、いいものができたら。3年に1本、2年に1本、3年に1本は作っていきたいと思ってるから。全然集まってないよ。300、まあ大変だね。今俺は一口10万でスポンサー募ってて、で、あの、なんだろう、特典としては、まあ、スポンサーの企業名、個人名、コテハン、ペンネームでもいいから、スポンサー名が載るっていうのが特典の一つ。一口10万で、で希望があれば、エキストラ出演一枠と、あとは台本のプレゼント、それ
それかな今考えてるの。一口10万30口頑張んないとね。出資ではないね。出資ではない。出資っていうのはリターン、配当へのリターンがあるから、クラウドファンディングに近いね。出資ではないです。これはアイコさん復活してきた。よかったよかった、体調ねすごい崩してたもんね。昨日さ、日本の映像作家さんのクリエイターの作品でめちゃくちゃかっこいい映像を見つけてさ、1分間の映像なんだけど、こういうの作らないとダメだなと思った映像を見つけた。なんていうの、こういう技術があってこういう作品が作れるんで出資してくださいみたいな、ティザー映像っていうのかな、見てみる。すごいかっこいい。その前、映画の前にそっちを作らないとね。今の状態だと出資が集まらないから、自分たちの持ってる技術っていうのをね、投資してくれる人を探すためにやらないとね。すげえかっこよかったけどね。見ようか、 見ようか。ティザー映像っていうんだけど、ちょっと待ってね。こういう1分間でもいいから、こういうなんつうの、分かりやすいものを作ろうっていうふうに思ってるかな今。これ映像作家さんのクリエイティブの作品なんだけど、めちゃくちゃかっこいいよこれ。祈りっていう作品なんだけど、1分から3分ぐらいのその映像作品作って、こういうのができるんで、その出資を集めるみたいな形を取ろうと思ってて。めちゃくちゃかっこいいこれ。クリエイティブだよね。こういうそのなんつうの、ティザー映像、作らないとね。かっこいいよねこれはね。技術的にめちゃめちゃすごいね。トラッキングして、そのトラッキングして、なんだっけ、用語が出てこないな。プロジェクトマッピングとダンスの融合、それを映像化するっていう技術だから、 CG 使ってないんだよねこれ。めちゃくちゃかっこいいよね。だこういう感じで、その分かりやすく視覚化できるっていうものを作って、俺が考えてるのは30分の映画だね。30分の映画、編集はない。それはほぼ全然違う。編集じゃない今のは。あれはトラッキングっていう技術と
プロジェクトマッピングの技術だから。編集の技術じゃない。映像やってる人だったら今のは分かる。機材が必要だね、うん、機材と技術だね。今のは編集でやってるんじゃなくてリアルでやってる。要はアフターエフェクトとかの加工じゃないの。だからすごい。プロジェクトマッピング、トラッキングっていうのにプロジェクトマッピングっていうのをやってる。さっきからずっと説明してるよ。顔 CG じゃないんですよ。だからすごいんですよ。 CG だったらできるんだよ全然、時間をかければ。あれはリアルタイムだ。まあああいう風にやってる。トラッキングって言って、この顔の動きをコンピューターで認識させて、ここの顔の動きだけコンピューターで追いかけるっていうのをトラッキングっていう技術なのね。でそのトラッキングしたのにプロジェクターでその顔の輪郭に対して絵を貼る。で後ろの照明との光のバランスをカメラマンと調整してこう追いかけて顔に映像が入れ替わっていくっていう、そういう技術だね。そうそうそう、映像に合わせてダンスしてるっていう。ここ、それはここでは話さないよ。映画見る意味ないじゃん。それはスタッフさんと打ち合わせて作り込んでるわけだから、ここで話す内容じゃないよ。自分の映画、まだ作ってるものをネタバレさせる映画監督がどこにいるんだよ。作る意味ないじゃん。そうそう、簡単に言うと映像と合わせてダンスしてるっていう、顔をプロジェクターにしてるって感じかな。だけどその精度がめちゃめちゃ高いっていう。ホリゾントで撮影してるんだけどすごいいいよ。ああいうこともね、メンバーが増えていったらできるね。スタッフは今メインスタッフが何人か、技術者さんが何人かいて、20人ぐらいの小規模で動こうと思ってますね。で欲しい人材、プロフェッショナルとして技術を持ってて欲しい人材が、照明さんと音響さんと助監がどうしても欲しい。今3人欲しい。照明さん、音響さん、助監。ただ音響に関しては俺が PA やってた経験があるからなんとかなると思ってんのね。でもう経験なしでもいいから本当に一緒に映画作りたいっていう人があと10人ぐらいいたら、まあなんとか映画作れるかなっていう感じだね。300万っすね、うん、映画の予算は300万で組んでますね。給料の発生はないですよ。全員ボランティアでやってるんで、だからできるんですよ。あのプロフィールページに詳しく書いてますよ。まあ今集まってるのはもう
7人8人ぐらい集まってますね。助監督が欲しいかな。今一番欲しいのは助監督で、技術屋さんで一番欲しいのは照明音響で、あとはもう人手が欲しいって感じだね。ありがとうございます、ありがとうございます。なんで、舐めてないよ。映画が作りたいっていうのはそんなにバカげてることなの？映画作りたくて映画作ったらダメなの？なんで？俺はやりたいことやりたいだけだよ。誰にも迷惑かけないよ。なんで、集まってくれてる人に対して失礼じゃん。金がなくても動いてくれる人いるんだよ、世の中には。いや、興味ないもん、忙しいんだよ俺。うん、そんなコラボコラボってやってる時間ないよ俺には。やるべきことがたくさんあるんだって。まあギャンブルっすね。まあギャンブルっすよ本当に。好きな映画インディージョーンズです。失われたアーク、最後の聖戦。レイダースですね。レイダースが好きですけど、何かこれ言うとね、なんかね、みんなね笑うんだよね。悪いのっていう。レイダース好きで何が悪いのっていう、うん、何、時計仕掛けのオレンジとか言わないといけないの？やだよ、俺はインディ・ジョーンズ好きだから。なんかそういう風潮あるよね。なんか2001年宇宙の旅とか嘘つかないといけないのかな。ね、いいじゃんね、俺インディ・ジョーンズ大好き。うん、これ言うと舐めてんのかって言われるんだよね。そう。いや、舐めてないよ。本気で好きなんだよって。ターミネーター2好きで何が悪いんだよっていう。笑われるんですよ。スタンリー・キューブリック。まあ、アニメとか、そういう方が好きですね。アニメとか漫画とかの方が好きですね。賭けっすね本当に。乗るかそるか。まあでももうね、参加しちゃったんで。インディ・ジョーンズいい映画だよね。めちゃめちゃかっこいいでしょ、うん、すげえワクワクするよ。でもなんかね、なんかあんまりなんだよね。なんかうん、当日のバックレとかにはどう対処するって、バックレたら別にバックレたでしょうがなくない？信頼関係がなかったわけだから、いるメンバーで作るしかないっていう風に思ってるけど、そんな普通の会社経営とかと一緒でさ、あのなんだろう、作りたい人だから、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるだけだから、集まらなかったら縁がなかったって諦めるしかないじゃん、うん、でしょ？
しょうがないよね。やれることをやるだけだから俺は。でも今集まってくれてる人の中でそういう半端な気持ちの人いないけどな。みんな尽くしてくれてるよ、忙しい中よくしてくれてるから、うん、今いるメンバーでそういう人はいないかな。やれることをやるしかないでしょ。トラブルはつきもんだからね、新しいことやるには。今仲間がいるから大丈夫だよ。それこそそのなんだろう、諦めるは選択肢に入れてないけど、人の話聞いてます俺諦めるなんか一言も言ってないけど、いるメンバーで作るっていうのがどうして諦めるっていうことになるんですか。だって他人の行動をコントロールすることなんか不可能でしょ。聞いてないじゃん。諦めるなんて選択肢ないですよ僕には。聞いてないでしょ全然。俺諦めるなんて一言も言ってないぜ。来ないやつは来ないって言ってるだけで。来てくれる人と一緒に作るよ。タバコなんか我慢しないんだけど、バカなんじゃないの。俺は何も我慢しないよ。やりたいことやってんのに、なんかそのくだらない努力とかしないよ。なんかアルバイトしろとかバカなやついるけど、するわけないじゃんっていう。アルバイトをするようなやつに映画なんか作れねえから、バカすぎるんでしょ。BGM なんで嫌い、これ BGM 切るよ。 BGM ない方がいい。人が集まらないと作れないでしょう。人が集まらないと作れない、まあまあそうだね。人が集まらないと作れない部分はあるね。まあでもやるしかないから、やるしかないから、やるしかないんじゃん。俺はやるよ、作りたいから。あ、俺の声が聞きやすいように。あ、いいよいいよ。いいじゃん、支援してくれる人も集まるわけだから。この配信は映画になんないかな。表現ではあるけどパフォーマンスでしかないから作品とは呼べないよね。俺は芸術がやりたいのね、アートがやりたいので。配信は表現、パフォーマンスではあると思ってるけど、俺はアート性は皆無だと思ってるから。俺は芸術家だからさ、アーティストだから、アートを作りたい、だから配信はパフォーマンスだね俺にとっては。だからこれは映画じゃないよ。俺の生の声で表現をしてるだけで、またアートとは別な何かだね。
今の BGM はね、配信者のクソカスカオスさんっていう人が作った曲だね。スムースフリクションの方がいい。あれでもね、テンションがね、上がらないんだよね、あの曲。テンション上げたい時にはカオスの曲使ってるね。で、逆にまったり過ごしたい時とか、ゆっくり語りたい時はスムースフリクション使ってるかな。600万じゃないよ、300万ね。全然違う、情報が。メリットはさっき話した通り、エンドロールに名前が載るっていうことと、台本をプレゼントするっていうことと、出演、エキストラ出演の枠を設けるっていうところかな。で、一口10万。金銭的なメリットはない。要は出資じゃないよっていう感じかな。まあ意味ないと思うんだったら出資しなきゃいいんじゃん。意味あると思ってくれてる人が出資してるわけだから、まあのびさんにとって意味がないっていうふうに思ってるんじゃない、それは。でも俺は世の中にはさ、計画書ありますよ、もちろん。世の中にはさ、人を夢を応援したいとかさ、いっぱいいるんだもん。そうそう、世の中にはすごいお金持ちの人とかがいて、別に300万ポンって出す人とかいるよ。出資ではないね。支援だね。まあ芸術ってそういうもんだよ。アートが生まれるのはやっぱりスポンサーさんがいて、要は昔で言うとこの貴族だよね。貴族が芸術家を囲って、で、アートを生み出していくっていう。まあ構造は何も変わってないよね、昔からね。するつもりないからな。 なんで諦めるつもりが全くないね。ただ僕は作りたいだけなんで、諦めるっていうか、もう僕は子供の頃からずっと映画作りたいって言ってたんで、昔のリスナーさんだったら知ってるよ。昔から俺は映画作りたいって言ってるから、ただ作るって決めただけだから、別に諦める必要なくない？もう作ろうって決めたのね。だから作るだけ。ジャンルもよく言われるんですけど、どんなジャンルとかどんなストーリーって言われるんですけど、なんか僕はジャンルとかじゃないと思ってて、ジャンルっていうのは TSUTAYA とか映画のプロモーションとか、そういうプロモーターとかが勝手に自分たちの商売の都合で作ってるわけであって。俺は、なんだろう、キューブリックが作ったらキューブリック作品だし、マイケル・ムーアが作ったらマイケル・ムーアの作品だし、なんかジャンル分けする必要があるのかっていう。だから、俺の作品、ワド監督作品っていうのがジャンルかな。で、まあ、あえて分かりやすく言うなら、サイコ・サスペンスとかになるんじゃないかなっていうグループで分ける。ただ、俺からグループ分けする必要はないから、だから、なんだろう。そこに対するこだわりはあんまりないかな。ジャンルとか、ジャンルで映画作ってるわけじゃなくて、言いたいことがあるから作ってるんですよ、って感じで。まあ、さっきも言ったんだけどさ、通用するかしないかとかじゃなくて、作りたいから作ってるんだよね。作りたいから作ってるっていう。シンプルだよ、すごく、動機は。
そうそう、勝手に作ってる。そうそうそう、勝手に作ってる。アクラインね、キャスバーね、うん、わかんない。何なんだろうね。何なんだろうね。なんか、いや、嫌なんじゃないの。夢を叶えるのが嫌いなんじゃないの、多分。なんか夢を追いかけてるやつが嫌いとか、そういうことなんじゃないかな。ロードワークの再開はあれだね、新宿に帰ってきてからだね。
俺はさ、できるかできないかっていう考え方あんまり好きじゃなくて、男はさ、できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかだと思ってるから、できるかな、できないかなって考えると前に進まないじゃん。だから、俺はやるって決めたのよ。そう、やるかやらないかだと思ってて。で、やるって決めたから。だから、できるのかできないのか議論っていうのは、俺には必要ないんだよね。大事なのはやるかやらないか決めることだと思ってるから。でもやるって決めちゃったんだよね。そうそう、決めたらもう前に進むしかないから。やりたいことやるだけでしょ、男は。言い訳なんかしてる暇ないからさ。まあ、もしよかったら応援して。もしよかったら応援して。うん。音楽入れようか、やっぱり。まあ、いろんな人がいるからね。世の中にはね。いろんな人がいるから。30万はもう支援終わってますよ。30万はもう支援いただいてますね。まあまあ、人の足引っ張るも自由だし、応援するのも自由だよ。俺はね、応援してくれる人を大事にするっていうだけだから。そう。まあ、いろんな考え方があっていいんじゃない？
定はしないよ俺は。ワクワクしたいよね。つまらない退屈な人生だから面白いことやりたいよね。楽しい最高の人生にしたいね。楽しみたいね、一回しかない人生を。泣いても笑っても一回だからね。楽しみたいね。普段の生活、あ、まあ裕福ではないね。裕福ではないね。なんとかギリギリ生き延びてるって感じだ。貧乏だよ。貧乏貧乏。ギリギリこう綱渡りでなんとか生き延びてるって感じだね。クラウドファンディングね、一回やったんだけどね、ノーマネーでフィニッシュしちゃったんだよね。だから合わないのかもしんないね。クラウドファンディングの影響力がないから、自分としてはまあ、お金集まるのは配信なんじゃないかなって思ってるけど。俺もクラウドファンディングの勉強よくしてなかったから、ダメだったね。やっぱりね、関わりがある人じゃないと難しいのかもしれないよね。
10万で今区切ってますね。あのエンドロールに、あのエンドロールのスポンサーのところにクレジットが乗るっていうことと、あとはまあ希望があればエキストラ出演と、エキストラ出演と、あと台本のプレゼント、それで今やってますね。300万の話は嘘って、どういうこと、どういうこと、300万の話は嘘っていうのは。どういうこと？エンドロールの曲に名前を入れるとかどうですか？いやいや、あのエンドロールのところにスポンサーのところにスポンサーにクレジットが乗るっていうのが10万円で一口で乗りますよっていうことですね。そういう感じですね。こう最後に曲流れるじゃないですか、黒字で。でスタッフカメラマン誰とか乗るじゃないですか。そこのスポンサーのところに名前、会社名なのか個人名なのかペンネームなのか何か乗りますよっていう、そういうことっすね、今やってるのは。そんな感じっすね。曲の歌詞に入れるのは、曲を作ってるアーティストさんに許可を取ってないので、それはダメっすね。曲の歌詞に名前入れたら曲がぐちゃぐちゃになっちゃうんで、それはダメっすね。はい、それはあの楽曲を作るアーティストではないんで、僕は そこまでの権限はないっすね。あくまでその映画のことに関してはできるんですけど、すごい、 iTunes で5位まで行ったんだ、すごいですね。楽曲聴いてみたいですね一回、楽曲聴いてみたいですね。予算がちょっとないんで、僕自身がそのギャラとかお支払いはできないですけど、すげえ、ラップで iTunes 5位まで行ったんだ、やば、ラッパーさんなんすね。iTunes ダウンロード数5位ってすごいよね、あ、本当だ、プロフィール見るとラッパーさんみたい。今流しても大丈夫なんですかこれ、著作権とかないのかな、レーベルとか所属されてないですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、今流してもいいんですか。 IQ 月と太陽、これかな、流していいんですかこれ、すごい、ジブラさんとやってんだ、すげえ、聞いてみますね。これ放送で流しますよ、大丈夫なんですか。あ、本人から OK 出てる、大丈夫、ちょっとじゃあ聞いてみましょうか。
あ、ありがとうございます。OK いただいたんで、ちょっと聞いてみましょう。これかな？これだ。すげえ、ゼブラさんとやってる。かっけえ。ぶち切る中で日向は下がり、輝く日お目覚め、ジブラ I can write at your door、 バカ系発射だ暴走、かっけえ、ほんとだ、ジブラさんだ。破壊繰り返す新機体、かっけえ。いらないぜ、パイは溢れた水はいらない、今日は人生で一番若い。ありがさん、この世界照らす太陽、輝いてばらまくぜ愛を、溢れるぜ格別の才能、タクエスと灼熱の前も、Like a motherfucker、 このどでかい空のど真ん中、命の限りここに立ち続ける、無限のパワー世に放つ続ける、時に重なる陰と陽、すげえかっこいい、なんで着火する真の像、時に重なる陰と陽、hey! 闇を照らすに進撃行、月と太陽、かっけえ、 Back to the hip hop、日本語ら態度立って背水の陣、明日にバディカットバッシュヒップランニー、あるは反面教師、戻すぜ始まってるぜ同志、影に追われ、見えない壁蹴飛ばして歩くだけ、きしむ端っこをギシギシ、潜み欲望夜中歯ぎしり、醜いアヒルの子、泣くも笑う黄金鏡、天然いるとまだ握るマイクフォン、価値あるサーバー、オセロマクロあっという間だ、ブーム病んだヘッズ起こすシャーマン、満月笑ってるならドア開けるのは君の番だ、時に重なる陰と陽、ラムで着火する真の像、時に重なる陰と陽、闇を照らすに進撃行、月と太陽、アビダソン、ソウアンダプラネットファイヤー、変われるもんなんと誰もないな、年から年中発電中、ラップセンスでも痩せ100円中、類いまれな即戦力、永久に保つ鮮度、かっこいいね、挑戦てめえの持つ限度、近づけばやけど温度6000度、Yeah I'm burning、俺を中心に World keeps turning、今日も東の空の彼方にいずる、世界を見渡して西に沈む、 How about some hardcore hip hop、 How about some hardcore hip hop、 お天道様お見通し、構えてやるぜ王の望み通り、時に重なる陰と陽、ラムで着火する真の像、時に重なる陰と陽、闇を照らすに進撃行、月と太陽、かっけえ。かっこいい、すげえ、ジブジブ兄さん。今この高徳さん、リスナーさんの高徳さんが IQ さんなんだよね、ラッパーの IQ さんで、ありがとうございました。すげえかっこいい。一回飯食いません、高徳さん、一回どっかで飯食いません。僕西新宿5丁目に住んでるんですけど、一回なんかリアルに会って飯食いながら、なんかもしよかったらPV とかで必要だったら、僕ノーギャラで全然動くんで、映像とかでなんかいい出会いになればいいなとか思うんで、すげえ、なんかミュージックビデオとかの現場にも入ってるんだよ僕、もしよかったら仲良くしてくださいね。映画でね、ラップ流れたらかっこいいよね。会いたいっすね。もしよかったらなんですけど、僕のふわっちのプロフィールに LINE が書いてあるんですよ。LINE、URL が書いてあって、LINE って書いてあって、それ僕の LINE につながるんで、高徳さんもしよかったら LINE 飛ばしてください、ぜひぜひ。ちょっと今月忙しいんですけど、
来月だったらもうフリーなんで、基本的にもうフリーで動いてるんで。ね、かっこいいね、高徳さんのラップ。すげえ。いいね、なんか東京トライブみたいな映画になるかもね。ねえ、もう俺なんかさ33だからさ、みんな聞いてたよね、ギドラとかね、ジブジブ兄さんが出てきたからびっくりしたよね。すげえ。もうラップ長いんすか、高徳さんは。映画でね、もしトラックとか作れる人とかだったらね、音楽とか協力してもらったりとか、まあスタジオ代いくらかかるとかね、俺全然わかんないから、映画のね、もしなんかイメージとかすり合わせたりとか、なんか高徳さんがどういう活動をやってきたのかとかも詳しく聞いてみたいんで。かっけー。日本ヒップホップシーンのハードコアリリスト IQ。 え？ブッダブランドの大怪我に俺のグループフュージョンコアでやってます。フジロックも出ました。へえ、この人か。あれ、俺 IQ って聞いたことあるな。俺ラップ詳しくないんですけど、あれ、俺 IQ って聞いたことあるな。本人目の前にして IQ って聞いたことあるなってすげえ失礼だけど、あれ？え、ちょっと待って、結構有名な人じゃないこの人。ちょっと待って、俺ガキの、あれ、ラップ詳しい人に聞いてみようかな。聞いたことあるぞ、この人有名な人じゃない結構。あれ？うん、まあいいか、あんまラップ詳しくないけど。え、マジで連絡ください、高徳さん。いや、誰が潜んでるか分かんねえから怖いよね、本当にね。やばいね、なんかね、いい出会いがまた発動したのかもしれないね。ね、か、いや、音楽めちゃめちゃかっこよかったしね。あれ、俺聞いたことあんな。ハイキューさん、マジっすか。え、っていうか、そうっすよね、結構昔、昔っつうか俺がガキの頃聞いたことあるぞ。この人有名な人じゃないの。15年ぶりにラップまた再開したんだ。まあね、ジブラさんとやってるので、まあジブラさん出てよって言って出てくんないもんね普通ね。 IQ 鼻歌キーコとか、おう、やべえ、ラップに疎くな、なんか同級生とかなんか感動しそうな気がしてきた。おう、あ、本当だ、フューチャリングしてる。本当だ、渋谷でバーのオーナーやってるんだ。え、だったら俺が遊びに行けばいいのか。高徳さんに会いに行けばいいんすね、僕が。へえ、面白い。なんで
なんでアーティストが俺の放送を見てるのかって、何で知ったんすか僕の放送は。どういう流れなんですか、偶然すか、なんかよくわかんない流れなんですけど見るんだね配信とかね、こんなかそ生主の配信とか。渋谷でバーのオーナー、すげえな。アート系のリスナー多いし、業界の人すげえ多いの。なんか昔から多いね。なんか結構ミュージシャンでなんかすげえ有名な人とか、なんかビジュアル系の人とかもいるし、オーナーなんでいつもいないんで会いましょう。あ、そっか、オーナーなんだ。系統は近い。 LINE、 あ、 LINE 申請了解っす。どれだろう、 IQ さん今返事してますね。え、 LINE どれだ、あ、これか、これかな、あ、これだ。了解です、了解です。なんでなんだろうね。アーティストの人すげえ。そうそう。ありがとうございます。すげえな、なんか。なんなんだろうね。あのね、ロム線の人でも、DM くれるロム線の人でも、結構、絵描きの人とか、アーティストの人とかすげえ多いから、前から思ってたんだよね。なんか全部集まったら、なんか作品すげえの、クリエイティブなことできんじゃねえと思って。でそれが映画でもあるわけよ。映画だったらさ、役者の人とかさ、音楽とか映像とかさ、いろんなものがミックスできるじゃん。俺の話からインスピレーションなんか湧き起こらないでしょ。いや、のりこもだからその一人だよ。のりこもね、アーティストだし、結構その名前出せる人と出せない人がいっぱいいるけどさ、なんか結構アート活動やってる人多いんだよね。そう、すげえ経歴だなとかいっぱいいるんだよね。まあ、音楽めちゃめちゃ大事だからな。え、あの映画ってさ、あの映像の方が比重高いと思ってる人多いけど、実は音が半分、映像が半分って言われてんの。だからあの映画は音めちゃくちゃ大事だよ。もう音で決まるとも言われてるし。半々だね。兄貴、なんとか町界隈のクラブで VV ですね。90年代ヒップホップ最高よ。あの、カレオさんラップ好きなんだっけ。うん、IQ さん、IQ さんっていうアーティストで、その、丸山町界隈のクラブで VV ですねがよくわかんないんだけど、ラップ全然詳しくないんだけど、今度、今 LINE 交換して、今度、あの、店に飲み行く、高徳さんの。もののけ姫の曲のインパクトすごいよね。もののけ姫はもう、主題歌歌ってる人が一番のもののけなんじゃないかっていうぐらいの高音域だからな。
スチャダラパーしか分かんないのが逆にすごくねえか。もう初期の初期じゃん。お酒スチャダラパーしか分かんないのが逆にすごいでしょ。いや、ジブラさんはさすがに分かるでしょ。D.O. とか、うん、分かんない。あとさ、そのラッパー界隈の派閥とかもあるじゃん。だからその辺とかもよく分かんないけど、世代的にはそのなんだろう、ガキの頃みんななんかなんだろう、カラーギャングみたいになってラップ聞きまくってたもんな。先輩とかなんか駅前で、昨日までなんか同級生っていうか一個上の先輩なんだけど、成田の、俺地元成田だから、成田のJR のメインじゃない方の西口かな、西口の方に降りるとロータリーがあるので、ロータリーの前には松本清とパン屋さんがあって、ちょっとした広場になってるの、ロータリーのところ。そこでなんか先輩が何色だったかな、ブルーのバンダナ巻いて3人ぐらいでなんかラジカセの前でこうずっと やり始めてて、で昨日まで普通だったのに、なんか、あ、先輩お疲れ様ですって言ったら、 Hey man とかいきなり言われて、え、どうしたんですかみたいな、何お前ディスってんの俺のこととか言って、いやディスってないです、ディスってなんすかみたいなこと言って、そしたらいきなりなんか音楽ガシャってやって、ヒョウヒョウヒョウとか言ってラップ始めて、もうわかんないわかんないと思ってどうしたんだろう先輩と思って、なんか俺はレペゼン成田代表とか言って、すげえ狭い世界で戦ってんなこの人と思って、うん、なんか成田で3人組のラップのチームっていうのかななんかやってたよ。そう、でもなんかその後3年ぶりぐらいに会った時は、俺がアルバイトに入った空港の貨物で先輩でフォークリフト乗ってて、全然ラッパーじゃなくなってたっていうどうしたおいみたいなお、島津お疲れって言って、あ、に貨物あのそっちで荷台作っといてっつって、はいっつって、あれと思って、レペゼンだったのになと思って、うん、わかんない、四街道ネイチャーわかんない。なんか千葉県のラッパーっているのかな、なんか先輩すげえ頑張ってたけどな、その人。オジロザウルス、ブッダブラン、ブッダブランド聞いたことないな。ライムスター歌丸さんね、うん、何かがあったんだろうね、多分普通に働いてたね、うん、なんか先輩のお葬式でも会った時に、俺ドクターマーチン入ってたらその先輩にすげえ怒られた、お前舐めてんのかって言われて、お前葬式にドクターマーチンはダメだろうって普通に言ってて、あれと思って、先輩青いバンダナで駅前で結構ブイブイ言わせてたじゃないですかって言ったら普通に怒られたけど、うん、俺もラップ全然わかんないんだよな、バンドやってたから、メロコアブームだったから。なんかでもあれでしょ、あのあれが流行ったじゃん、なんだっけ、あのラップのエミネムみたいなさ、あのディスり合うバトルみたいな、あれですごい、なんだっけ、モンスターダンジョンだっけ、あれ面白くなかった、モンスターダンジョンでさ、なんかディスり合ってラップで、あれいいよね、あれ生で見てみたいな、一回。なんていうの、ああいうやつ。お互い1分間ずつディスみたいな。キュピ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 。おめえのダセーラップみたいな。なんていうの、ああいうの。わかんないけど。あれは生で見てみたいな。フリースタイルダンジョンか。あれよくない？フリースタイルダンジョン。ジブラさんがオーガナイザーでやってたやつ。あの番組どうなったんだろう。なんか YouTube でよく見てたね。え、フリースタイルダンジョン出てるの？え、高徳さん出てんの？キュピ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 って言って出てんの？次のモンスターはこいつだってジブラさん言ってたじゃん。あれ出てんの？高徳さん。マジか。おお。ジブラさんとライブやるんだ。すげえな。すげえ。しかもなんかあのジブラさんじゃなくてジブラ呼び捨てな感じなんですか、そのなんか上下関係が分かんないですけど、なんかそのラップの上下関係が全然分かんないんで僕、
あの失礼があったらごめんなさい、怒らないでくださいね。あの怒られても怖いんで僕、オタクなんで。ただのジブラさんとマブな感じなんですか。マブっていうのかわかんないけどすげえな、なんか、全然ない。面白いな、いろんな人がいるな世の中には。カレー王さんラップ詳しいのかな。なんか熱いって言ってる兄貴って呼んでるし、ジブラは2個上くらいですが、そのくらいは仲間。あー、年齢じゃないんだ。だってジブラさんってなんか日本で一番有名なラッパーってやっぱジブラさんでしょ。違うのかな、合ってるよね多分。うん、違うのかな。ジブラ、クレバ、あーそっか、クレバか。でもクレバさんって後発じゃないの。だって俺の若い頃ジブラさんだったけど、クレバって聞いたことなかったけど後発じゃないですか。まあでもそうなのか、クレバなのか。あ、クレバさんって2個下ってそんなんなんだ。あ、知らなかった。ヨシイクゾーは日本に初めてラップを持ってきた人なんだよね。あのオラ東京さ行くだってラップっぽいってバカにされてるけど違くて、ヨシイクゾーが黒人のラップを聞いて俺もこういう楽曲作ってみたいって言って作ったのがオラ東京さ行くだ。だからあれは正統派日本語ラップなんだよ。あ、結構あれなんですね、僕あの33なんでちょうど一回り違うんすね。クレバってキックザカンクルーだったっけ。俺ラップ全然わかんないんだよ。キックザカンクルーのメンバーだったのクレバさんって。クレバはクレバだと思ってたわ。今だからねモンスターダンジョンでもう一回ラップブームがね、よく12年に1回シーンが回るとか言われてるけど、あ、クレバってキックザカンクルーなんだ。へえ。あ、全然わかんないわ。すげえな、なんかジブラって普通に言えるのってすごいな。ジブラとは仲間っすよっていうなんかあんまり聞かないよね。クレバは後輩っすよとかあんま聞かないよ違和感あるわ、うん、俺あれ好きなんですけど、あのなんだっけ、合法的飛び方のすすめの人誰だっけ。あのラッパーすげえ好きなんだけど、なんだっけ、あの髪長い人、あのラッパーよくない、めちゃめちゃインフム人、なんだっけ、なんつったっけ。アルシエさんは知り合いなんすか。もう後輩の後輩ぐらいになるのか。27とかっすもんね、アルシエ。アルシエよくないっすか。ソールドアウトのミリオンモンスターズアックは死ぬほど聞いたなんかほぼがなんかすげえ、なんかもう何言ってるかわかんないんだけど逆に俺。合法的飛び方のおすすめかっこよかったな。でもやっぱ音楽好きなんだろうな。15年経ってもやりたいってすごい。中学生の時俺を聞いてたあ、IQ さんを聞いてたんですね。ああ、いやだからまあそういうことっすよね。
俺 IQ さんってラップ全然詳しくないけど、なんかその先輩とかが言ってたような記憶があるもんね。なんか記憶ですよ。あれ有名なんじゃねこの人みたいな。あ、そうなんだ。なんかよくわかんないからラップ詳しい人に聞こう今度。多分そのラップ詳しい人は多分ウホってなるんだろうね。ウホってラップ全然わかんなかったな。あー、いや、めちゃめちゃ嬉しいっす、めちゃめちゃ嬉しいっす、めちゃめちゃ嬉しいっす。いや、すげえ嬉しい。いや、3とか全然いいっすよ。3とかやめてください。なんか、いや、本物なんじゃないの。いや、本物でしょ。だって LINE もだって、その IQ さんだったよ。見せらんないけど、いや、本人じゃなかったら逆にそうだ、こんな嘘つく。いや、だって悪い顔してんな。だってLINE のそのタイムラインとか見てもジブラさんとかバンバン乗ってるよ。ドラゴンアッシュの下り話していいのここで。ドラゴンアッシュの下り触れていいの。だからそれこそストライク世代だから、ジブジブ兄さんめちゃめちゃ怒ってたじゃん。てめえのラップはなんかバッタモンみたいなことめっちゃ言ってたじゃん、ダメでしょ。いいの？高徳さんが急にアンチコメントとか書いたらやだよ俺今の流れで。いや、ドラゴンアッシュね、めちゃ、いや、ドラゴンアッシュでだからフューチャリングであのね、俺は東京生まれヒップホップ育ちの下りがあったわけじゃん。でもその後 KJ が生意気だっていうことになって、キングギドラでね、公開処刑ねえねえ、おめえのグレイティフルデイズもここまでってめちゃめちゃ言われてたわけだから、大丈夫なんですか。なんかねえ、嫌だよ俺、高徳さんが若いラッパー連れて俺の家の前でバットとか持ってたら、お前ジブラのことディスってるらしいなっつって神回だよね。で、そう、まあジブラさんのところまでこうやって引っ張られていって、おめえのリスナー、こうラップでこう怒られるっていうね、神回だよね。和解して、あ、もう和解してるんだ。あ、知らなかったわ。へえ、なんかすごかったよね、そのキングギドラの時。配信者ディスラップはもう僕の得意分野なんで、はい。あの曲楽屋でシカトと、え、あの曲楽、あの曲の後楽屋でシカトとかした。古谷 KJ が天狗になってた。やばやばフューチャリングして天狗になってたんだ。あれ、ここだけの話なんですけど、ボコボコにしたのはあれ伝説は本当なんですか。あの成田ではもうそういう伝説がもう広まりきってたんですけど、 KJ はボッコボコになってラップできなくなったっていう、あの逸話は本当なんですか。締められたっていう。え、有名じゃない KJ さんがさらわれて二度とラップできないくて、いやいや、 KJ は普通に、まあ、あの人メロディーメーカーだからね、普通にうまいよね。あのラッパガリアとディープインパクトとかやってた時、もうジブラ兄さんもう激おこだったからね。なんだっけ、あのなんだっけ、もう一人のさ、ほら、あのなんだっけ、俺に言えっていう人、K
KW 社員さんがちょっと怒ってたよね、うん、今声を戻しました。なんかあれですよね、レゲエ、レゲエっていうのかな、なんか普通の歌、普通の歌っていうか、まあまああの人天才だよ、プレヤケンジも。なんか何でもできるじゃん。もともとアイスマンとかメロコアもやってて、ミクスチャーもやって、でなんかちょっと民族音楽っぽいのやってるよね今。あれは化け物だよ。音楽的なセンスがあるのは間違いない、うん、コラコラ枠、古谷賢治は嫌いじゃないっすよって、なんかすげえな、すごいことになってきたな、なんかな。お、新宿と言ったらなんか D、 え、新宿は菅さんか、鎖カフェ、あ、ライズはね、俺ね、ライブ生で見に行った、ライズ大好き俺も。春夏秋冬とか流行ったね。でもなんか俺の地元はみんなキングギドラ歌ってたけどね、ラップめちゃめちゃ流行ってて、同時に死ぬほど流れてました。あの朝方ね。あれだってテレ東の深夜の朝方からの、あのなんだっけ、犬神サーカス団だっけ、なんだっけな、線の音溶けたら全部ゴミ、洗脳を解けたら全部ゴミからの同時 T。 ジェシーは戸塚銀座の後輩、ああそうなんだ。ジェシーさん六本木で店出しましたよね確か。すげえな、なんか俺が子供の頃だから俺バンドやってたから、それこそジェシーさんとかめちゃめちゃ聞いて、ライズとかめちゃめちゃ流行ってたね。なんかすごいすごいコメント欄になってきたね。すげえ面白い。もうラップ好きはよだれダラダラだろうね今。なんか和道の枠なんかすごいことになってるぞみたいな。すげえな、面白い。まあね、 iTunes ストア5位に入りましたっていうのもちょっとあんまり聞き慣れないもんね、うん、なんかふわっちでリスワン取りましたとかさ、そういう小さい世界で生きてるから。へ、うん、あ、そっか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 、愛さんもそうだ、そうかそうかそうか、あれ宇多田ヒカルもじゃあ初期の頃鶴見ジェシーと付き合ってましたよね宇多田ヒカル。これ大丈夫なのかな、あの流れてない情報。あれですよね、宇多田ヒカルってジェシーと確か付き合ってましたよね、大丈夫かな。大丈夫か、仮想枠だから、あくまでフィクションだからねここの枠は。そうだよねそうだよね。そうだそうだ。そうそうそう、 あれ本当なんだ。そう、宇多田ヒカルの彼氏だったんだよジェシーって。そうすごいよね。で愛さんの逸話がそのドインディーズで全く売れてない頃から私はグラミー賞を取るからって言って、そうだからもうハートが全然違うんだって。だからあそこすごいんだよね、あの界隈もうだから狂ってるんだよ。それこそもう高校生の頃からとかもう私はグラミー取るとかそういうレベルなんだ。ナーボーやめてください、深夜中とナーボーの話いらないんで。あのもう恥ずかしい、俺らの歌手代表ヒイラギリオ、ナーボー、深夜中。PV のクオリティ半端ないから。やめてください、もう本当にナーボーとか深夜中とかもう本当恥ずかしいんで、はい、もうやめましょう、そういう金梅がどうとか佐野がどうとかうなちゃんマンがどうとか、え、映画の主題歌高徳さんにお願いする。すげえ面白そうじゃん。
映画の主題歌ね、すごいよね。あの脚本出来上がったらダンカンさんが見てくれるって言っててダンカンさんに脚本赤ペンでこう直してもらってねえ、IQ さんに曲書いてもらって、で主演が配信者ってわけわかんないよね。自慢ですが10代の頃スピードの上原と、マジで、マジっすか、マジかよやば上原、へーすごいね、何それ、上原の紐やってたんすかスピードの紐やってたんすか、へーこれ大丈夫かな、コメント欄すげえな、なんかいや、なんか面白そう、楽しそう、なんか、あ、それはまあ自慢ですね。トップアイドルですからね。今ではねこうスキャンダルな感じですけど、あー、いいな、すげえな。やばいのは LINE で、え、これやばいの、や、俺の中ではやばい情報なんだけど、本当にやばいのは LINE で送られるんだ。まあまあまあ、10年以上前のことだから大丈夫でしょ。だって今45だから20年前の話だから、いや、これは生つばもんでしょ。うん、いや、すげえコアな枠になってきたな、なんか。なんかこういうのあるよね。なんかね、配信やっててよかったなっていうの、こういうのあるよね。すげえ面白い。時効だよ。20年経ったら全部笑い話だから。20年っていう歳月はそこがいいんだよね。そこが。まあでもね、リスナーさんがこれ偽物だろうっていう気持ちわかるよ。あの、いや、お前でね、コメント打つわけねえだろ、ワード監督のところでって言うよね。だってさ、ジュディ&マリーって言ったら俺もう本当に好きなバンドだったけど、ジュディ&マリーのギターが、ふわっちで俺と閲覧並んだ時があって、俺、10人ぐらい閲覧勝ってたの。俺からすると、神様が、なんか同じ配信を始めて、並んだよ、つって、泣きそうになったもんね。うん、そうね、面白いよね。何があるか分かんないよね。成田の小僧、なんかプロモーションビデオ作りたい、ミュージックビデオ作りたいんだよね。ミュージックビデオはその映像表現として一番その難しいジャンルで、その映像としてストーリーを伝えないといけないの。あの、なんていうのか、映像にもストーリーってあるのね。セリフがつかないじゃん、つけらんないじゃん、セリフを。ねえ、楽しいね、タムタムね。そう、その絵の中にストーリーを入れていくっていうミュージックビデオやりたいな、うん、楽しいね。
あ、いや本物だわ。うん、なんかネット記事にIQ さんのなんかラッパガリアの Q さんとなんかリップでバトルしてるっていうのが記事になってるわ。なんか面白い。本人だわ。映画頑張らんとな。でも高徳さんがコメントを書き始めてからなんかディスコメが止まったのが面白くない？さっきまでお前なんか映画作れねえよとかさ、なんかすげえ叩かれてたじゃん。おめえはどうせ300万なんか手に入らないし、手に入ったとしてもとんずらすんだろうとかさ、ずーっと散々1時間ぐらいさ、ネチ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 ディスられてたわけじゃん。ねえ、どんな脚本で生きたのかとか言って、生きてたやつらどこ行ったの、マジすげえ腹立つんだけど、こういう手のひら返す感じがすげえムカつくんだよ。あいつらどこ行ったんだよな。高徳さんの曲聴いてからディスコメ止まった。そう、ネットの嫌なところ見た。いや続けろやっていうね。なんかあ、もうつまんないみたいな。あ、もうディスれない。もうやだ。もうやだ。帰る帰る。つって。あいつらどこ行ったんだよ。さっきのやつらよ。なんかもういいや。もうなんか、あ、もうなんか、ジブラさんとか IQ さん出たらもうディスれないから帰るって言って。全然面白くないみたいな感じで帰ってったよね。アンチ。うん、なんかごめんねーだよね。さっきまですげえはしゃいでたのに。ネットの悪いところ出てるよね。大丈夫かな。本人と信用してもらうためにコメントしただけなのに。いや、まあまあまあ、ネット民からすると全部不可視ですから。そう、あのうなちゃんマンっていう人が作った文化なんで、もうネットでは嘘しかつかないっていう文化があるんですよ。最近そのなんかこう風潮が変わってきたんですけど、そうネットでコメント打つのは全部嘘っていう、信用しないっていう、常に勘ぐり続けるっていう、ね、まああれっすよ、あの3月にこうお会いした時に写真パシャって撮ってツイッター上げればもうあいつらは何も言えないんで、はい、佐野が全部悪いって言葉があるんですよ。ネット配信会にはうなちゃんマン佐野智則が全部悪いっていう、佐野がふかしすぎたんだよ。なんだっけ、インディーズの映画で、ね、めちゃめちゃなんかラップのテーマにしたすげえ有名な映画ありますよね。なんだったっけ、埼玉のラッパーだっけ、なんかあったような、ドキュメンタリーだったかな、検索してみよう。埼玉のラッパーだっけ。え、誰か知ってる人いない？インディーズ映画あったあった、埼玉のラッパーあったあった、これこれ、埼玉のラッパーっていう、これ結構有名だよね。
見てみようかな。あれ？この人有名な人じゃん。なんだっけ？呂布カルマさんか。入江監督だ。なんかこういうのもね、インディーならではで面白いよね。これ何なんだろう？埼玉のラッパー。あ、最近の映画なんだ。いくらぐらいで作ったんだろう、これ。80分。鴨川モルフォー、鴨川モルフォーが分かんねえな。映画当てたいね。なんかネットでなんかアンチしてたやつをグヌヌって言わせたいよね。グヌヌって、飯がまずいって言わせたい。うん、ラップじゃなかった。そろそろ寝ようかな。明日ザマーとは思わないけど、なんか黙らせたいよね。その勘ぐってるやつとかバカにしてきたやつを黙らせたい。バカを黙らせたいっていう、そのざまあみろとかそういう気分じゃないけど、散々さ叩かれ続けてるわけじゃん。なんかもうここまで否定するっていうぐらいさ叩かれてるわけだから、その一発ありがとうございます、匿名さん花火ありがとう、あざーす、頑張ります、ありがとうございます、ありがとう。当てようとかじゃないんだよ。その映画を興行的にヒットさせたいとかそういうことじゃなくて、普通にかっこいいと思うものを作りたいの。かっこいいと思う曲を作りたくて、でなんだろう、その作る気持ちをなんかバカにされたくないっていうか、なんか作りたいから作ってるのに、なんで否定をするんだこの人たちはっていう違和感みたいなのがあって、なんか歌いたかったら歌うし、踊りたかったら踊るし、それで良くないっていう。でただそれがなんだろう、映画を作るって言ったらバカにされるんだよ。俺そういうの分かんねえわ。そのくだらないっていうか、作りたいから作るでいいじゃんっていう。でなぜそれをバカにする必要があるんだよっていう。なんで誰かをバカにしないと生きていけないんだろうっていうか、くだらないよね、すげえ。ものすごくくだらないっていうか、そう思いません？そう。だから、見たい人と作りたい人がいて、映画が完成するっていう。で、バカにする人は必要なの？これっていう。楽しもうよもっとっていうか、みんなで楽しもうみたいな、遊ぼうよっていう、そんな感じなんだけどな。自由への嫉妬？でも人間って自由になるために生まれてきたんだよ、じゃないの？あのさ、テルヒロさんはさ、なんで脚本書かないと思い込んでるの？そもそもなんだけど、なんで俺が脚本書いてないと思ったのか教えてくんない？まず前提が決めつけじゃん。なんで決めつけんの？
俺のテーマカラーが赤と黒と白なの。俺のテーマカラーが赤と黒と白で、で部屋赤くしてみたいって思って、そう。これね。映画は作ったことないけど、作ったことない人が映画を作ったらダメなの？うん。見せてよ脚本パラパラと。でもお蔵入りした脚本だよ。ちょっと待って、どっかあるかな。脚本書いてるけど、あれ、うん、何、見せてよパラパラとって書いてるけど、パラ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 、はい、パラパラ、はい、うん、見せたけど、なんなのその 脚本書いてるか書いてないかとか、俺どうでもいいことだと思ってんだけど、なんなんすか。なんかテルヒトさんはなぜそんなに否定をしてるのかがよくわかんないんだけど、うん、なんなの、うん、決めつけは良くないよ。勘ぐるのは弱さだよ。疑うのはあなたの弱さだよ。なんで否定した？教えて教えて教えて。いつになったら動画できるのって。動画作り続けてるけど、いや本当なら応援するけどって勝手に嘘だって決めつけられてる気分になってみてよ。あなたが勝手に言い出したことじゃん。勘弁してよ。めちゃめちゃ頑張ってんだよ。もうすげえストレスなんだわ。もう本当に忙しくて、本当にもうカメラ撮りまくってて、写真とかも撮りまくってて、うん、うん、オジロザウルスと曲やってるんだ。頑張る頑張る。だけどそのなんだろう、なんていうのかな、誰かのことを否定しなくてもよくないっていうか、うん、いやゴミなんていないよ玉次郎さん。そうじゃなくて、なんだろう、その物差しが狭くねえかっていう。人間には物差しがあって、こうみんながそれぞれ物差しがでかい人もいれば、こんな物差しの人もいるんだよ。で物差しを持ってるのはいいの。この物差しって何なのかって言ったら、経験だったりとか考え方とか受け入れる器みたいなことを物差しって言うんだけど、俺が嫌いなのは物差しが小さくても物差しがでかくても構わないんだけど、嫌なのがこの物差しからはみ出た情報は嘘だ、この物差しからはみ出て知らないことは嘘だ、そんなものは世の中にないって、もったいなくないって言ってんの。それあなたの物差しが小さいだけで、いろんな経験とかいろんなことを知ってるでかい人だったら受け入れられるでしょうって。その物差しが小さいのは構わないけれども、なぜそれを嘘だって決めつけたり否定をするんだっていう。別にいろんな人がいていいじゃんって、受け入れようよって。うん。だから映像のこととかも俺も素人で、この半年間めちゃくちゃ一生懸命やってるわけよ。で答えられることは全部答えてるわけよ。普通に脚本って今どんな感じって言ったら答えるし、なんで脚本は書いてないって決めつけるのっていう。うん。
いやいや、めちゃくちゃ正論っていうか、なんか叩く必要なくないっていうか。でも俺も人間だから間違えることあるよ。その間違えることも失敗することもあるし、うまくいかないこともあるよって。でもそれをなんだろう、否定されてもやだよ。悲しくなるだけじゃん。っていうか放送できてんのこれ。あれ放送、あれ配信画面どこやった、こっちか。そう、なんかやめてよって。めちゃくちゃ失敗もしてるし、めちゃくちゃ恥ずかしい思いもしてるけど、トライしようとする気持ちを裏切らないでよっていうか。そう、ダメな時はダメって正直に認めるからさ。まだ始まってもいないものをさ、動画、はいはい、これは4ヶ月ぐらい前のやつだけど、まあ4ヶ月前の動画とかこういうものとかも作ってるし、見せてって言ったら見せるよ、全然。作ったものは、見せられるものは、タイムラプス。そう、今は もっと別のことやってるけれども、それもツイッターにさ、ちゃんと撮ってる写真とかも全部俺出してるんだよ。その表現してることっていうか、なんでそのみんなに、なんだろう、後ろめたくなくて、ありのままの自分をさらけ出してこんなに否定されないといけないんだろうっていう、それが分かんないんだよね。俺はちゃんとみんなに出してるんだけどな。いろいろあるけど、写真とかあるかな。ねえ、YouTube とかにも、おお、カズ軍曹、お疲れ、お疲れ、お疲れ。なんだろう、YouTube のチャンネルとかにも、なんだろう、いろいろこう映像とかのさ、やつとかもやってるし。こういう撮影現場とかも全部出してるわけじゃん。アクセス者数ナンバーワン、誰だお前、アクセス者数ナンバーワン、うるさいうるさいうるさい、うるさい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 、バカ、うるさいよ、ニャーじゃないよ、なんだよもう、うるさいよ、広告流れんなよ俺の動画に。こういう、あ、リリック載せれそう、あ、ぜひぜひ。なんかこういうさ、技術とかもさ、全部やってるわけじゃん。特殊メイクのスタッフさんとかのこういうメイキングまで全部やってるわけよ。わあ、うるさいお前、また出てきた。だからその映画でみんなが協力してくれてやってるわけだから、なんでそんなに頭ごなしにできるわけない、できるわけない、できるわけないって、それがよくわかんないんだよな。何をそんなに怯えてるんだっていうかさ、別に何も否定する必要なんかなくない？映像とかも全部載せてるぜ俺、こういう表現今トライしてるとかさ、これも俺の作品なんだけど、少しずつ少しずつその技術を積み重ねていってやってるわけよ。まあみんなからしたら何でもないシーンかもしんないけど、そう、そうそうそう、なんか勘ぐられてたらすげえ
嫌だよね、うん、悲しいよ。ああまあまあそうっすよね。分かんない人は分かんねえっていうか、でも間違いなくこれだけは分かってほしいっていうのは、俺らは敵じゃないよっていうか、そう、俺が戦ってるのはお前らじゃないのにっていう、なんで敵視するんだっていうか、敵視すんなよっていう、そう、楽しもうよっていう、せっかく出会ったんだから、そのまあいつも言ってることなんだけど、俺らが俺らとして DNA 的に組み合う可能性っていうのは、こうパーツパーミリオンって言って、その飛行機が墜落するとか宝くじが当たるどころの話じゃなくて、俺が俺として DNA が組み上がる可能性、みんながみんなとして DNA が組み上がる可能性っていうのは、宝くじが3回連続1億円当たるよりも難しい。で、そうやって生まれてきたんだよ。奇跡で生まれてきたの。で、さらに言うと、地球の歴史とかって、宇宙の歴史とかって膨大で、たかだか100年しか生きないわけじゃん。100年未満しか生きないわけ。で、俺らが同じ時代にこうやって生まれたっていうことがすでに奇跡なの。で、人口で考えよう。じゃあこの時代に生まれた、自分として生まれたのも奇跡、この時代に生まれたのも奇跡、70億人いるので、70億人がすれ違ったのも奇跡なんだよ。たかだか LINE 交換とか、その Facebook 相互フォローとか、いろんなその出会い、一緒に飯食ったり酒飲んだりとか仲良くなるの300人なんだよ。で、葬式の時には50人しか生き残ってないって言われてんの。もう超奇跡の確率で俺らって出会ってるのね。で、それで、そういう奇跡を無駄にする行為じゃん。お前はダメだ。お前には何もできない。お前に才能なんてない。お前は嘘つきだ。お前はクズなんだって。なんだこのくだらない価値観っていうか、もうそういうのやめようぜっていうか。少なくとも俺が映画を作ることによって、一つみんなにネタを提供できてね、え、それで面白いとか面白くないとか言うんだったらまだわかるけど、作ってもいないものを作るわけがないっていうのはどうかしてるよ。そう思わない？ありがとうありがとう。そう、みんなそれぞれがそれぞれ苦しみと悲しみと喜びといろんなものを抱えて生きててさ、そう、会ったこともない人にさ、その否定されたくないよね、俺が一生懸命やってること。俺最近太った？いやいや、めちゃめちゃ痩せてるよ。俺捨て頃のために走っててめちゃくちゃ痩せて、めちゃめちゃ痩せたよ俺。痩せたでしょ。腹なくなってるよ。走ってるもん。どうして太ったと思う？めちゃくちゃ痩せたよ。作品で空気を変えてく。いやいや、なんかそういう世界そのものを描きたいよね。なんかここに意味があるのかっていう。いや俺1ヶ月前超デブだったから、1ヶ月で5キロぐらい絞ってんの。これでも相当痩せてんの。
1ヶ月前よりも全然痩せてるよ。まあ確かに今でもぷよぷよだけど、太ったっていうのは違くて、もともとデブだったから。はい、わかつでね、今見た人がね、いきなり見たら、いや太ってるでしょって言うかもしれないけど、いや走るだけでしょ。だって1ヶ月前の顔こんな感じだよ、みんなパンパンでしょ顔。ほら、トレーニング始める前顔パン、あ、もうロードワークし始めてんなこの頃、うん、腹めちゃめちゃ痩せたはずなんだよね。顔すっきりしてるはずだけど、ほら、これが2ヶ月前とかだから、うん、そうだよね。いきなりなんで裸なんだって思うよね。ごめんごめん。そうそう、なんかねえ、いねえ、楽しくやろう。俺はね、なんかネットやってて違和感があるのは、なんだろう、何かを体験した人とか何かを経験した人しか喋れる、こうなんつうの、人に教えたり伝えたりすることはできないと思ってて、その何を言ってるかよりも誰が言ってるかだと思ってんのね。でみんなね、今情報社会でスマホでいろんな情報を手に入れて頭パンパンになってんだよ、脳みそ。でもね、 Google で得た知識っていうのは自分の知識ではないの。それは誰かの体験であって、誰かの体験を間接的に読んでる。例えばね、 AV 女優でオナニーするでしょ、男の人だったら AV 女優の動画見てオナニーするじゃん、エロ本読むじゃん、エロ画像で抜くじゃん。それ抱いた女ではないからっていう、わかる？その抱いた女、俺8000人いるんだよねって、すげえめちゃめちゃモテるじゃん、え、ところでどんな女っつって、すげえうんちくたれて、で実は AV だったっつったらみんな笑うでしょ。でそれと同じことをやってるんだよ。その自分が経験したことの方が、たとえね、ブチャイクな女の子だとしても素晴らしいものだし、童貞だとしても童貞だっていうことの方が素晴らしいことだし、なんかそのなんだろう、自分の体験とかをもっと大事にした方がいいんじゃないのっていうか、釣られたのかな、わかんない。もう3日経ってるんだけどね、花火来ないね釣られたのかな。いや、その人ね、投げそうな気がするけどね、忙しいんじゃないの、たまたま。どうなんだろう、なんか花火支援300万分してあげるよって言われたけどね、来ないねなんかその失敗も含めて経験だから、失敗も語れるようになった方がかっこいいと思うよ。なんかありのままの自分でかっこいいんじゃないのっていうか、いや俺なんでもいいね、映画が作れればなんでもいいから、直接現金だろうが花火だろうがなんだろうが、クラウドファンディングなんでもいいって感じかな。俺は映画が作りたいだけで、映画が作れればなんでもいいから、正直何も考えてないかな、うん、どうせ手に入ったお金は全部映画に使っちゃうのが俺だから、じゃあそろそろ今日の放送終わりにしようかな。生活費は生活費でこうやって花火4発いただいてるから、生活はできるから。じゃあ皆さんお疲れ様でした。今日の放送終わりにします。今日ちょっと花火来なかったですけど、まあまあ花火とかアイテムいただけたんで、もしあの応援してくれる人とかいたら、あのアイテムいただけると嬉しいです。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。せっかくなんでね、今日は IQ さんの月と太陽でお別れしたいと思います。お疲れ様です。最後に面白かった人アイテムください。お疲れ様です。